あら、いいな。あたしちょうどお願いがあったの。どうしてわかったのよ。いや、吹き出しが出てるから。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれだ。ビルダーレベルがアップできるんよ。さてさて、金を、鳴らしましょうかね。はい。これでビルダーレベルが4になるよ、なるよ。あ、すごいね。もうなんか、だいぶ効果になってきたよね。はい、ビルドレベル4。あ、これでマックス？住人たちがとてつもないものづくりに目覚めそうだ。お、どういうこと、どういうこと？あ、来た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 、二人。新しい仲間がやってきた。早速なんか畑の水の中に使ってるんだけど。どういうこと？お、なんだなんだ？何を思いついた？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。お、屋根ができた。木の屋根。屋根屋根屋根。かまぼこかと思った。農民の服。へぇー。でも今着てるのと同じじゃないんかな、これ。違うんか。一緒じゃね？木の屋根飾りか。この島では大体のものは作ったが、空っぽ島で屋根付きの家でも作るか。ぬくおーあいな。我が輩は、我が輩たちは、とてつもない力に目覚めた気がするぞ。物を作りたくて作りたくて、うずうずするっすよ。なんなんすか、この興奮は。何、どうした、大丈夫、みんな。危ないよ。私もです。一体どうしちゃったんでしょうか。おいおい、大丈夫かよ、お前たち。なんだか知らないが、やる気満々だな。我が輩たちのこのものづくり欲、いつか必ず活かせる時が来よう。その時が楽しみだな。鐘の音に惹かれて、新しい仲間も来てくれたみたいです。ますます農園が賑やかになりますね。で、みんなは結局何ができるようになったの？さあ、アイナさん。いつものように新しく来た仲間の方々に話しかけてみてください。オッケー。仲間に入れて。これは一体、まさか大樹？農園？教団が禁止しているの、ものづくり？二人か、今回も。ここにみんなで農園を作ってるんです。ビルダーとして。くえー、そんな罪作りな。教団に知られたらどうするんだ。アイナさん。お、みんな同じような帽子で見分けがつかねえかもしんねえども。オイラたち、前の鐘の音で来た農民だぞ。もう一度鐘の音を聞いて目が覚めただ。今日からオイラたちもビルダーになると。なんて罰当たりな。お前たちはそうでも、俺たちはビルダーなんかには、なんで引き寄せられてきたんやろうね。おい、そういうのはもういいんだ。貴様らももったいつけずビルダーになれ。こっち的にはもう飽きたやりとり。ものづくりはとっても楽しいですよ。皆さんビルダーとして一緒に大農園を作りましょう。もうね、この場所だけすごい豊かやもんね。別のとこに比べて。ふっくく。なんてまっすぐな誘い方なんだ。わかりました。では私たちもここで物を作ります。モンゾーラ農民の子孫の名にかけて。モンゾーラの農民たちが仲間に加わった。やったねー。で、なんか木ももう成長しとったけん。まあ、あとはブランコ。ブランコは作るのか？乗る部分が作れるんかな？さあ、これで、またしても仲間が増えたと。あいなよ、よくぞみんなにものづくり力を高めてくれたな。改めてではあるが、ものづくりにとつつもない欲が生まれた。何か作りたくてたまらんぞ。このものづくり欲がいつ役立てられるのかわからぬが、新たなものづくりが今から楽しみだ。ところであいな、例のあの話は考えてくれたか？蝶々の話。我が輩がこの地の蝶々になるという話だ。蝶々は立派な髭を持つ我が輩がふさわしい。髭だけじゃねえ。その微笑みをたたえた口元。いいのだな。我が輩が蝶々でいいのだな。いかん。お、今度はマギールさんが。マギール殿？リーダーというものは皆に認められてなるものだ。髭があればいいというわけではない。そうよね。お前は自分自身に殻を破壊してから出直すがよい。腹。なんだか深い話なような。マギールどもめ。マギールどのめ。とにかくあいな。我が輩はこれからも蝶々となるべく、より一層努力してまいるぞ。ま、なんかまだ殻に閉じこもっとるって言われよるってことよね。なんやろ。お。いろいろと。収穫しまして、木も出来上がったね。ってことだから、あそこに、かけるための、ブランコ。
乗る部分をちょっと作らねば。これか？違うね。橋？木の橋やって、橋がかけられる。いいやん、いいやん。で、どれ？広場の入り口？広場の入り口ができる？どういうこと？ちょっとよくわからんけど。なんだかよくわからないけど。これか、ブランコ。はい、これを一つ作りまして。あ、かぼちゃも出来上がっとるね。かぼちゃのランタンも作れそう。とりあえずはこの、ここにブランコをか、どうやって置いたらいいんやろ、これ。これ、かけれるってこと？は、かけれた！自然のブランコ！乗れたよ！しかも揺らせる、すごい！見て、これ、すごくない？ハイジになった気分だわ。あ、しかもちゃんとこれ。あ、すごい！一回転しそうな勢い。しかししない。ごめんね、せっかくみんな集まってきたのに、なんだこいつ自分が遊んでるだけかよっていうね。ミミミミン！すごいアイナ。ついに村の中に木が生えたんだ。形も綺麗だし、なんだかいい匂いがする。枯れてない木ってとっても素敵だね。いい匂いする、本当に。肥料臭いって言ったけどね、多く。アイナ、私のためにブランコも用意してくれたのね。これで一人でも遊べるわ。ねえねえ、僕、こうなったらいっそ緑の森を作りたい。何かいい方法はないかな？草原も木も一緒に作れたら、僕はスーパーオオミミズだよ。超ミミズと言っても過言じゃないね。超ミミズってこと？お願いだよ、アイナ。僕がオオミミズから超ミミズになれる特別な餌を考えて。餌？パワーアップするの、それで。でかくなったりとかしたら嫌なんだけど。オオミミズでも嫌なのに。なになになに？草原団子どころじゃないってことよね。森林団子。森林の爽やかさに満ちた団子。地面に置くとミミズが土を森林に、すげえ、なに？生えるの？木まで生えてくる。やば。素晴らしいやん。どうしたよ。素晴らしすぎるやん。はい、それじゃあちょっと次、かぼちゃのランタンをちょっと作りたいんやけど、何個必要なんかな？かぼちゃ、あった。かぼちゃ1個でいいんや。ってことは、とりあえずまあ1個作りましょうかね。はっ。はい、これでかぼちゃのランタンを1つ作ります。3つ必要なんやったっけ？違った？なんか3つって言った気がするね。とりあえずこれでかぼちゃのランタン作ったけん。ってことでこの辺に飾っとくわ、私。かぼちゃのランタンはあれなの？地面に置くやつ？壁掛け？こ。あ、違う、これ。はい。あ、すごい、なんかいいね。ちょ、テンション上がるね。こんな感じで。どうよ。かぼちゃのランタン作ったよ。うひゃー、皆さん、かぼちゃのランタン置いてくれたんすね。ありがとうっす。あれならいい雰囲気が出そうっす。なんならもっと作ってくれてもいいっすよ。そういえば、エナさん。前、マギルさんと話してた、祭りに使う衣装のこと、覚えてるっすか？あれからいろいろ調べて、どんな衣装か分かったんす。衣装俺が用意しておくっすよ。祭りの衣装か。俺は変な格好はしないからな。うわー、出たっすよ。絶対一人はいるんすよね。こうやって水をさしてくるやつ。水をさす？ポンペ、貴様何か文句があるのか？暴力反対っす、指導さん。命だけは助けてくださいっす。すぐにビビるよね、ポンペ。とにかく、かぼちゃのランタンありがとうっす。祭りの衣装も楽しみにしててくださいっす。それは私が作らなくてもいいの？用意どうやってするの？レシピだけとかそういうことじゃなくて？用意してくれるの？何？ここは上にいるんだけど、よく登ったな、そんなとこ。で、あとみんな、あ、まだお願い事がありますね。あれ？こんな埋まっとったっけ？埋まっとったんかな？いまいち把握できた、あ、そっか、リズが。あれどこや？中かと思ったら違うんか。あ、ちょっと待ってね。とりあえず、小麦を入れて、はい。置きますね。あら、いいな。私ちょうどお願いがあったの。どうしてわかったのよ。
いや、吹き出しが出てるから。マギーヌさんが言うなよ。これからは若い子が頑張る時だ。とりわけ女性が輝く時代だって。そこでね、アユナ。私、自立した一人の女性として、自分専用のお部屋が欲しいってわけ。ええー、一人だけずるくね。みんな雑魚ネアなのにさ。まずはお部屋に、丸太の椅子、わらべっと、それから松明を置くの。あとは名前の壁掛けをお部屋の内側の壁に掛ければ、専用のお部屋の完成よ。お願いね、アユナ。村の中に私専用の個室を作ってちょうだい。あ、そうそう。お部屋ができたら名前の壁掛けに、私の名前を書くのを忘れないでね。個人の部屋を作ってあげよう。部屋の壁に名前の壁掛けを置き名前を書くと、部屋はその人のものになる。住人をどの部屋に住ませるか決めよう。リズの部屋か。どうせなら姉妹の部屋とかにしてくれればまだね、いいんやけど。どこがよろしいかしら、場所的には。この辺かな。この辺に、まあ、離れみたいな感じで部屋作ってみます？あ、間違えた。あ、お腹が空いてるわ。よいしょ。さあ、じゃあこの辺ちょっと壊していきますかね。とりあえずあの畑がある位置までは大丈夫ってことで。まあ、畑の近くならとりあえず誰かしら農民とかが様子を見に来てくれたりとかしよるけん大丈夫やろう。大丈夫やろうということで。この辺に個室作りまーす。まあ、そんなにでかくなくていいんじゃないかなーとは思うけん。まあまだまだね、ちっちゃい子供だから。そんなこと言ったら怒りやろうけれど。はい。この辺にちょっとね。あ、違う、違うの。いや、違わないけど違うの。ほっ。こんな感じで。そんなにでかくなくていいかなって感じは。どれぐらいの大きさ？これぐらい？え、小さすぎ？え、でも、中に置くものもそんなに多くないけんね。これぐらいでいいかな。いや、いっか、いっか。うん、いいよ、いいよ。そんなもんで、良きだよ、全然。扉は、あれかな、ちょっと、二つぐらいスペース使う、感じにしましょうかね。よいしょ。ほ。ま、トイレよりかはで、あ、トイレ並みかな。トイレぐらいの大きさかもしれんけど、まあ、気にするな。よいしょ。まあ、あれぐらいの歳の子は、自分専用の部屋っていうだけで嬉しいはずやけん大丈夫よ。もうちょっとませとるかもしれんけど、もしかしたら。これ上から入ってくれるやん。高さが一緒になった。はい、そして扉。扉、扉、扉。はい、この扉をね。あ、違う。ちょっと待って。よいしょ。扉をつけまして。あ、木の壁結構ギリギリやったんやね。これで、小さい空き部屋が完成。で、あとはここで、寝てくださいな。そして、あとは、ちょっと、名前をつけるやつと、松明。松明強くもあったんか。作る必要なかったね。全然作る必要なかったね、ちょっと。で、丸太の椅子。テーブルはいらないのかい？とりあえず。ん？部屋ができたのか？ってやってきたよ。君の部屋じゃないんだ、ごめんね。はい、松明。はい、今。なんか、こっちの方がいいかな。なんとなく。はい、これで、小屋ができて、名前の壁掛け。は。かく。拠点及び部屋の外ではできん。え？そういうこと？ちょ、待って。ちょっと待って。
は、じゃあとりあえずここで書いて、え、どういうこと？え、外にはこれつけれないってこと？な、前まで外につけおらんかったっけ？ワンの時違った？とりあえずリズの部屋完成したけど。お、あ、違くなったかもしれん、今ので。ねえ。書いてからって思ったけど。あ、やっぱり角になっとる。へえ。そういう感じなんや。じゃ、とりあえずだってそんなんさ、普通に考えたら、外から見てわかるようにするやん。誰の部屋とかって。なぜなんだ。なぜなんだ。はい、まあ、これでリズの部屋ね。リズー。リズやー。おったおった。うわあ、私専用の個室を作ってくれたのね。ありがとうわよな。名前に壁掛けを使えば、お部屋を誰に使わせるか決められるわ。これからのお部屋作りも活かしてよね。そうそう、アイナとシドウは二人の島で緑を作る仲間を探しに来たのよね。私、二人についていくわ。広い世界をこの目で見るために、島に戻るときには声をかけてよね。すごいなんか、あれよね。好奇心旺盛よね。素晴らしいと思う、そういうの。良きだと思うよ、私は。なんかチャコがめっちゃ走ってくるんだけど、どうした？何があった？怖いぞ。とりあえず集めておく。まあ、もう集めたところでっていう感じもするけどね。てかみんな今回何ができるようになったのか別になかったんやけど。どういうことですかね。どういうことなんですかね。はい、ということで、じゃあ今回はどうしようかな。あ、ちょっと待って。とりあえずチャコのお願い聞いとこうか。チャコやーい。そんなところで会話しないでくれる？ちょっと。井戸端会議する場所じゃないよ、そんなとこ。アイラさん、大農園も完成して、胎児も育ちました。なんか頭から生えとるみたい。これでついに収穫祭を開けます。いよいよこの時です。早速収穫祭を開いていいですか？いや、いいよ、別に。アイラさん、ここまで長い道のりでした。ようやく収穫祭を開けますね。アイラさん、改めて胎児をここまで育ってくれて、本当にありがとうございました。これできっと、少しずつ緑も蘇ります。私、嬉しいです。アイナさん、いろんなことが済んだら、私をあなたの島に連れて行ってくれませんか？いつの間に私の島になったんだ。大農園を作ったら、なんだか夢が広がっちゃいました。私、もっともっと緑を作りたいんです。で、今はこの島のお祭り楽しむところでしたね。さあ、いよいよ収穫祭の始まりですよ。ってことはいよいよ、多分、この村の村長、まあ、この町の町長さんは、あの人になるんじゃなかろうかと。人々はチャコの一声で道具を持ち寄り、収穫祭の準備を整えた。え、衣装はどうなった？衣装は。え？すごーい！なにこれ？かわいいんだけどめっちゃ。いいやん。キャハハ、もしかしてアイナ？今日は一晩中踊りまくっちゃうよ。ジバコー、ちゃんとわかるんやね。ぬほーアイナ殿、モンゾーラの農民の子孫の私は、収穫祭は誰よりも盛り上がってしまうんですよ。みんなすごい面白そうじゃないか。よう、どうもどうも。あれか、農民 A とかそんな感じか。んだ。ドアハハアイナよ、収穫祭は楽しんでおるか？みんなで大いに盛り上がろうぞ。どうですアイナさん、収穫祭楽しまれてますか？皆さん、かぼちゃマスクをつけて、とっても面白い祭りですよね。これには、より良い畑作りのために、お野菜の気持ちを知るという、深い意味があるらしいです。そして、これからが本番です。作った作物をみんなで一気に刈り取る。これぞ収穫祭の真骨頂。アイナさんも私たちに負けずに、作物を刈り取ってください。私たちは、かかしがある畑の作物を収穫しますから、それ以外はアイナさんにお願いします。かかしがある畑しかないです。さあ、やりますよ。皆さん、一斉に収穫開始です。おお、みんなが一斉に。君は何をしてるんだい？そんなところには何も。おい、アイナ、このお面、ポンペが被せてきやがったんだ。
今すぐ取ってくれ。なんだか体が勝手に動いて踊っちまうんだ。早くなんとかしろよ。まさかこれ、呪いのマスクなのか？そんなことはないと思うよ。おー、撮ってる撮ってる。見て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 、めっちゃ撮ってるんだけど。え、すげー！ひゃー、いいね。てかみんな？みんな？キビも撮って。キビも撮ってよ。いや、めっちゃ面白いんだけど、なんか。良きだね。収穫祭良きだね。面白いわ。あ、みんなキビの方にも来てくれた？ありがとう。撮って撮って。収穫して収穫して。あ、ほらほら、撮ってる撮ってる。はい、この辺も。トマトも撮ってみんな。いい感じです。でっしょう。なんか話しようんやけどめっちゃ。私こんなに楽しいの生まれて初めてかもしれないわ。あいな、あなたのおかげで。何話してたの？君だよ。どうも。どうもどうも。なんだか変わったお客さんも来ています。きっと皆さんお祭りが大好きなんですね。アイナさん、せっかくのお祭りですし、あのお客さんにも参加してもらいましょう。声をかけてきてあげてください。え？変わったお客さん？え？誰？ああ！ああ、来とる！マジか！神父さんやん。おお、君か。私だよ。教会で会ったゴーストだ。陽気な歌と楽しげな笑い声に釣られてきてみたが、収穫祭を開いているんだろ？素晴らしい。どうか私も参加させてほしい。いや、いっそ私もここに住ませてくれ。え、大丈夫？召されないの君。他の住人には見えんだろうが、私は君のすぐそばにいる。そしてこの農園をそっと見守るだろう。チャコには見えとったね。なぜ？よろしく頼むぞ、アイナ。共に収穫祭を楽しもう。おお、なんとゴーストが仲間に加わったよ。やったね。いや、仲間に加わったんならなんか悲しいから召されないでね。大丈夫？これからもここに住んでてね。よきよき。びっくりした。なんかと思ったよ。撫でるって。もうなんかめっちゃ。お、収穫していってる？おー、いいね、いいね。トマトも収穫されている。さあ、もう話してない人はいないかな。あ、あれは？女の子話してないよね。あの、お姉さんの方。どこや？どこないんや？あ、いたいたいた。ちょ、話を聞いて。話を聞いて。アイナ様、収穫祭は私が想像していたより、ずっとずっと素晴らしいものでしたわ。かぼちゃマスクがかぼちゃを持ってるわ。すげえな。もうみんな全部、刈り取り終わりました？くっくっく、アイナ。たくさんの苦労もあったが、ついに収穫祭を開くことができたな。そのマスク、似合っておるぞ。わしも被りたいところだが、よしは子がゆえ無理であろうな。なんだと人の顔がでかいみたいに。アイナ、指導が言っておった。このわしにビルダーになれと。あれからお前やチャコのものづくりを見て、わしは考えた。夢とは素晴らしいものだ。そして夢のために何かを作ろうとする姿は、この上なく尊いものだ。アイナよ、わしもお前たちと同じビルダーになろう。なんならお前にしまで共に物を作るぞ。お、来てくれる？マジで？そこまで？そのためにも、教団と話をつけねばならん。もう少しだけ、助力を頼むぞ。え、大丈夫？それ、死亡フラグじゃないよね。教会と話をつけに行ったら、なんか、帰らぬ人になったとか、そんな、そういうパターンじゃないよね。大丈夫っすか？どうしたの、ミミズン。ミミン、アイナ。大きな畑ができて、僕も嬉しい。これも全部、君の力だね。それに、君のおかげで、緑に草原や木を作ることもできた。君は僕の夢も叶えてくれたんだ。本当は昔、モンゾーラに咲き乱れていたっていう、お花を咲かせられたらもっと完璧だけど。それはまた今度でいいよね。今はみんなで胎児の完成をお祝いしよう。良きだね、良きだね。なんかみんなめっちゃ踊りつつって感じやね。アイナさん、ついに作物の収穫が終わりましたね。これぞまさに、あるべき収穫祭の姿です。あれなんか、チャコも、農民と同じ格好しとったんか。アイナさん、そろそろ収穫祭も終わりですが、思い残すことはないですか？大丈夫よ。わかりました。では収穫祭に締めとして、ドルトンさんに得意の美声を披露してもらいましょう。いるそれ。ドルトンさん、ドルトンさん、
ダルトンさん。すぐ横におるやん。人々は自分たちが育て上げた大樹のもと、歌い、笑い、収穫とものづくりに深くと感謝した。その後、ドルトンの思わぬ美声に皆が酔い、マジで？いつしか陽気な歌声が島中に響き渡った。絶対目つけられるやん、島中とか。しかし、仲間たちと歌い笑うバギールの顔には、喜びとともに小さな不安があった。ほら、絶対死亡フラグやー。そして夜が、明けろや。え？マギールあれやん、誰やった？ヒバ番号やった？リュウが来たー。確実にもうお怒り。貴様はどういうつもりだ？うわぁ、あれは？なんだこの木は？なんだこの畑は？すべて貴様らが作ったのだな。あーほらほらほら、もうプチッと行くプチッと。ヒバ番号様、どうか、どうか話をお聞きください。キャッハッハ、断る。マギール、教団のありがたい教えを言ってみろ。破壊こそが救いなり、この世のすべてを破壊せよ。グギャッハッハッハ、そうだ、教えに従い、すべてを破壊しろ。ええー、まさかの破壊するのやめてよ、マギールちゃん。あ、できない。嫌です。ぐぎゃっはっは。そうか、マギール。ではし、あ、やっぱり、ほら。絶対そうやと思ったんやって。え、絶対当たってないよ、今の。マギールさん。ほら、うちの島には来れないよ。ぐぎゃっはっはっは。このようなものももういらん。なになになに、いや、やめ、大樹。なにや、え、あ、根っこからなくなった。ぬおっと、大樹が。ああ、ハーゴン様、やはり破壊は最高です。ぐぎゃっはっは、言っただろ、ビルダー絶望を無悪だと。さあ、お前たち、この人間どもを破壊神様の生贄にするのだ。そのまんま戦闘に突入ですか？けっ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 け。覚悟しろ人間ども。やだわ。敵がじゃない。敵が攻めてくるってさ。攻めてくるんだってさ。はい、ということで、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかめっちゃあれなんやけど、空気がピンクなんやけど。また咲いた？もしかしてあの実が。まあ、でも今は戦闘か。戦闘やね。